コンクリート充填交換構造、コンクリート充填交換構造、コンクリート充填交換構造、CFT、コンクリートフィールドスチールチューブは、交換の内部にコンクリートを充填した構造で、主に柱として使用される。コンクリート充填交換構造、以下、CFT 作りは、鋼材とコンクリートを組み合わせた。 複合構造の一種であり、鉄筋や型枠の組み立てを必要としないシンプルな構成が特徴で、強度、剛性、変形性能などの面でも優れているため、S、鉄骨作り、RC、鉄筋コンクリート作り、SRC、鉄骨鉄筋コンクリート作りに次ぐ第4の構造として近年注目を浴びている。CFT 作りは主に柱に使用され、 S, S 作りの量と組み合わされるのが普通であるが、CFT 作りをブレース、筋回として使用するケースもある。交換の中にコンクリートを充填するというシンプルな原理であるのに実用化が遅れた理由の一つとしては、交換の柱は現場で上下方向に接合する際、H 蛍光の柱のように、高力ボルトでの接合ができ、溶接を行う必要があることがあったが、 1980年代以降、現場での溶接が問題なく行えるようになり、交換の柱が S 作り建物に広く使用されるようになってからも CFT 作りの普及は進まなかった。1987年に日本建築学会が行ったアンケート調査では CFT 作りの問題点としてコスト面で他の工法に比べてメリットが少ないこと。 外から見えない交換の内部に完全にコンクリートを充填させる試行技術が確立されていないこと、CFT 作りの構造的正常についての知見が少なく構造設計法が確立されていないことなどが挙げられる。また、建築基準法上の SRC 作りと認められないため、通常の確認申請でなく個別に認定を得る必要があることも普及の障害となっていた。 そのため、初期には構造計算上は S 作り扱いとし、重点コンクリートは合成だけを考慮することも少なくなかった。この状態を変える契機となったのは、1985年に建設省が行った21世紀の都市型合住宅の提案プロジェクトに CFT 構造が採用されたことで、同プロジェクトの成果をもとに1996年に発足した。 新都市ハウジング協会は CFT 構造技術指針、同解説、構造設計対価設計試行を観行して設計法と試行法の標準を示すとともに60メートル以下の CFT 作り建物の審査を行うようになった。また、1993年から1997年に行われた日米共同耐震研究第5フェーズでは CFT 作り部材について数の実験が行われ多くの知見が得られている。さらに2002年の国土交通省告示によって CFT 作りは他の構造と同様の確認申請が可能になった。これらにより CFT 作りの普及を阻害していた要因の多くが解消され、1990年代後半以降 CFT 作りは急速に普及が進んでいる。 コンクリートは圧縮力には C が引っ張る力には弱く、また一定以上の圧縮力が加わると一気に引けるように破損してしまう。一方交換は引っ張る力には C が熱に弱く、また圧縮方向の強い力が加わるとザクちという現象を起こし一気に折れ曲がってしまう。CFT 作りではその相反する特徴を持つ両者を 組み合わせることによって互いの端緒を補完し合っている。具体的には重点コンクリートによって交換の雑屈を防ぎ、また交換によってコンクリートの引けるような破壊現象が起こらないように拘束することであらゆる方向の力に対してバランスよく体力を発揮することができるようになっている。これは相互拘束効果、またはコンファインド効果と呼ばれ CFT 作りの持つ 大きな特徴である。これにより、地震などで大きな変形を受けても強度の低下が少なく高い耐震性が得られる。また一般的な火災であれば重点コンクリートが交換に加わった熱を奪うことで耐火性を発揮するため条件を満たせば耐火被覆を S 作りの柱より減らしたりなくしたりすることも可能である。さらに工場で製作し、 現場で組み付けた鋼下柱の中にコンクリートを流し込むため、現場で鉄筋や型枠を組んで、コンクリートを打設する RC 作りや SRC 作りよりも作業工数を低減でき、型枠に使う防斑の使用も抑制できるため、環境負荷も小さくなる利点がある。S 作りで柱に交換を使用した場合と比較すると、重点コンクリートの合成が負荷されること、 重点コンクリートが圧縮力を負担し、交換の極部的な座屈も防ぐことなどから、交換の大きさや厚さを減らすことができるため、コストを低減することが可能である。RC 作りや SRC 作りとの比較では、複雑な背景や型枠の工事が不要なことによる、省力化と工期の短縮が大きなメリットとなる。主な短所は、 柱と量の接合部の内部構造が複雑になる、柿台やフラム参照をため鉄骨の加工コストが高くなること、コンクリートが直接見えない状態で充填されるため、隙間のないように充填するための品質管理に手間や、コストがかかること、充填するコンクリート自体も高い流動性を得るために、コストが高くなることなどである。ただし、高流動コンクリートを使わない工法も開発されている。 そのため、柱に H 傾向を使用した S 作りや SRC 作り、RC 作りとの比較ではコスト的なメリットは少ない。しかし、普及の景気が中高層を対象とした21世紀の都市型集合住宅の提案プロジェクトだったこともあり、超高層ビルなど階数、規模が大きい物件だけでなく、従来 SRC 作りとされることも多かった。 中高層建物への適用も多く、後期の短いことを生かして、低層な建物に採用されるケースも少なくない。交換の中にコンクリートを充填する方法には、大きく分けて2種類の工法がある。柱に交換を使用する場合、量の応力を鋼管柱に伝達するために、両フランジ位置の交換内部、または外部にダイヤフラムと呼ばれる、 水平の補強材を設ける必要がある。ダイヤフラムには交換内部にプレートを溶接するうち、ダイヤフラム、交換を切断して、プレートを挟んで、再度溶接する投資、ダイヤフラム、交換の外側にプレートを溶接する、外ダイヤフラムの3種類がある。CFT 作りでは、内ダイヤフラムと投資ダイヤフラムには、コンクリートを充填するための開口部、打設口を設ける必要がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。